はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというとですね、まあ、YouTube らしい企画をやっていこうというシリーズでございますね。まあ、シリーズなのか何なのかわかりませんけど。ってのはね、まあ、うち、まあ、基本的にはね、ちょっと外にお出かけしてね、そのね、模様とかをね、お届けしてるわけでございますけどね、まあ、それがメインになっとって、まあ、部屋取りもいるね、半々ぐらいでやってますけどね、まあ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 ね、よく言われる意見の中にね、全然 YouTuber っぽくねえと。ね、いうことでね、いやもっとね、やはりね、ちょっと YouTuber らしいこともね、やらなあかんやないやないかというね、意見もございましてですね。まあ、じゃあ何かなと思ったらね、まあ一番多分手っ取り早いのが、やっぱしあれですよ、手っ取り早いって言っちゃダメか。激辛ものを食べるね、シリーズ。大体ね、この手のやつやるとね、まあ大体ドンって伸びるじゃないですか。ってことはね、安直にね、買ってきましたよということでございます。でね、今回試してみるのがね、これ。コンビニ食べてたんですよね。カップヌードルがね、激辛っていうのを売ってたんですよね。へーと思いましてね。っていうのはね、まあ私ね、じゃあなんでね、激辛やらんのかって言ったらね、まあまあまあいろんな理由ありますよ。あの、本業に影響がないようにとか、まあそっちの方が一番大きいんですけど、まあそこまで辛いの得意じゃないんですよね。中途半端ですよ。あの、ココイチで言うと2辛ぐらいまでがね、美味しく食べれるから、3辛だとね、ちょっと辛さが勝っちゃって、ちょっと美味しくは食べれやな、ヒーヒーになるなっていう感じなんで、中途半端なんですよね。うん。ですからね、あんまり辛いもの食べてもね、すごいリアクションが できるわけでもないし、なんでもないことですし、だからといってね、あの、美味しそうに食べれるかって言ったらね、微妙なわけです。あの、ペヤングのね、すごい辛いやつとかもね、全くダメですからね、っていうことで。で、まあ、だいたい食うとね、ちょっと次の日にね、体調を崩しちゃうもんで、そうするとね、あの、仕事にね、影響が出ちゃいますんで、それは良くないな、ということで、まあ、やってなかったんですけど、まあ、言うてでもね、激辛って書いてますけど、カップヌードルじゃないですか。これ、日清のカップヌードルのやつなんですよね。まあ、言うてそのね、言い方でですけどね、ペヤングさんとかはね、様子では加減なくね、やりますけど、まあ、激辛って歌ってますけど、まあ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 、カップヌードルさんならそんな常識の範囲内で、とどめるんじゃないかな。一応、辛さレベル5とかって書いてありますよ、確かに。ね、相当辛いですよ、とかってね、書いてありますけどね、まあ、きっとね、これならね、あの、辛いの、そんな得意じゃない、私でもね、いけるんじゃないかということでね、商品デビューをね、やっていこうと思います。で、ここからなんですけど、で、普通ならね、じゃあね、これどんな感じかなってね、開封をしてですよ、なんか見てとかね、やって、さあ、いただきましょうとかって、わー、辛ーとかってね、やるところだと思うんですけど、そこはね、スターステールチャンネルでございます。そんなね、一筋縄ではできませんよ。これだから取らないといけませんからね。これをなんと2本撮りでやりますからね。ね。ということで、こっから何をするかというとですね。じゃあ、このデータを、まあ、あれですよ。いわゆる、机上の空論ね、やっていこうということでね。実際に、あの、その原材料とかね、そのあたりのやつが、ちょうどね、あの、カップヌードルをね、普通のやつもね、買ってきました。まあ、ビッグサイズだったり、ビッグサイズで合わせてね。まあ、あの、お気づきの方はお気づきだと思います。セブンイレブンで、あの、1個ずつ買うと50、あの、それぞれ50円引きっていうキャンペーンやっておったんで、あ、それにしようということでね、1個ずつ買ってきたわけでございますけどね。まあ、ですから、食品成分とかね、そのあたり、カロリーがどうなのか、麺の量とか、一緒やないのっていうところとかもね、ちょっとね、調べてみようと思いますんで、それで今回潰します。今からね、Excel の表をね、ストンと出して、それを徹底的に解説するだけで今回終わりますんで、いや、もう、そんなどうでもいいよ、食べとるところ見たいわっていう方は、この後、公開されます実食編っていうのがございますので、そちらをご覧ください。ということで、早速画面の方、キャプチャーの方に行ってみたいと思います。ドン！ということでね、改めましてね、こっちの画面になっております。まあ、見慣れたスプレッドシートの画面ですけど、もうね、今回は入力の方が完了しております。ビッグカップヌードル醤油と、ビッグカップヌードル、激辛味噌ということで、今回食べるのはこの右側の商品ですね。激辛味噌を、いただこうと思っております。で、日清食品株式会社さん情報ということで、これで、ね、まあね、一番まあ、
ベタなのがね、カップヌードル。まあ、通常サイズと比べてもいいんでしょうけど、ちょっとすいません、通常サイズ、まだちょっと変えてないんで、まあ、今回はね、まあ、ビッグの中で、どういう比較があるのか。で、またビッグとね、通常のやつは、こんなようにしてね、作ろうと思いますけど、まあ、価格は215円。コンビニで買ったね、この値段。ちょっとスーパーの方の、価格調査は今回は行っておりませんので、もう、コンビニの、価格の、標準価格の方で書かせていただいております。という形ですね。で、内容量とかね、でもね、同じやろ、ね、そんな変わりあるんかと思ったらね、意外とこれね、見ていくとね、違いがあったんで面白いですよ、というところでございますね。まずはね、何が違うって、内容量まず違うんですね。で、これ面白いのが、醤油は 101g で全体の量は少ないんですよ。で、激辛味噌の方は 108g、ちょっと重たいんですね。だけど、麺の量は、醤油の方が 5g 多いんですよ。ですから、麺の比率がぐいっとね、上がります。84.16 ってことで、80% 超えてきますね、ということですね。多分これは結構高いんじゃないかな。今後ね、いろんなやつを見ていくと思いますけど、基本的には今までね、袋麺をいろいろと見てきました。まあ、こんな感じでいろんなリストを作ってありますけど、で袋麺でしたら 90% 超えるか 80% 超えるかとかでね、指標にしてましたけど、まあ、だいたいね、80% ね、切ってくるのが、あ、そうか、液体、スープのね、やつとかが変わってきますけど、とかっていうぐらいでしたけど、まあ、今回の場合は多分70と60ぐらいをベースにしてみといてもいいんじゃないかなと思います。まあ、これはもうちょっと、データのサンプリングがね、できてから、このあたりは考えていこうかなと思ってます。で、結構これね、違いがね、この後も出てきてますよということで、熱量を見てみると、カロリーはね、激辛味噌の方が512ということで、かなり高いですね。醤油の方は457。醤油ってよく言う普通のカップヌードルね。あれが一応醤油ということらしいんで、まあ醤油としております。便宜上ね。で、いうことでございます。で、熱量は、ですからカロリーはだいぶこっちの方が高いんで、同じ値段でね、こうハイカロリーいただけるとすると、こっちの方。まあ逆に言うと、ね、ダイエット的なね、ところでヘルシーにって言うんだったら、こっちの普通の方の方がいいんでしょうね、ということです。まあその場合はね、ビッグにするんだよっていう話になっちゃいますんで、置いときますけど。で、タンパク質は、あんまり変わらないけど、まあ日清、普通の醤油味の方が多いんだな、とか。で、脂質は、これ多分熱量とも影響があるんでしょうけど、めちゃくちゃ脂質炭水化物とかはガクンとこっちの日清さんの方が多いんですよね。で、炭水化物って麺の量はこっちの方が少ないのに、これの方が多いって面白いところですよね。まあ多分味噌味ってところとかが味噌になってくるのかな、このあたり。で、食塩の含有量も 6.9 なんで、まあまあね、ある感じなんで、まあやっぱガッツリする、ね、辛い味ですからね。まあ、具材が多分、その分入ってるってことなんでしょうね。うん。その代わりに、多分食塩が、多くなってるのかなという形が、かなと思いますね。麺の、この、麺火薬で、麺の量は、こっちの醤油の方が 5g 多いのに、こっちの方が 0.5g、食塩の、相当量が、麺の火薬に含む相当量が一緒になってますからね。で、スープは一緒なんですね。ということですね。また、スープの味とは違うので、これはたまたまだと思いますけどね。で、ビタミン B1 とか B2 とかはそこまで変わりがなくて、ただカルシウムは結構こっちの方が取れるんやなってことで、多分これも具材の兼ね合いなんでしょうね。まあ、あっちのね、カップヌードルのね、普通の方はね、大体イメージがしやすいと思うんで、じゃあこのね、ビッグの方がどんな具材が入っとって違うのかなっていうのをね、見ていきます。またね、後日改めてこのビッグの方のカップヌードルも、食べた模様をね、お伝えしようと思いますんでね、そのあたりも参考にいただければと思います。で、ジャスマークは情報と思っていきましたよと。で、意外だったのが、使う湯の量は 10ml だけ違うらしいです。多分、普段作るときにそこまで意識して作ることないと思うんですけど、今回も湯量なんでね、沸かしたときにちょっと変わっちゃうんで、あれですからね、あれですけど、また沸かして、で、まあ、蓋の内側までね、入れればいいんで、まあ、これね、誤差の範囲内な気がしますけど、こういうところでやっぱし、適正な量っていうのね、これ測ってやるんやろうなと思って大変やななんてこと思いながらね、やりました。で、待ち時間は3分ですよ、と。
で、他の付属品はなし。これはまあカップヌードルの特徴ですよね。で、よくある袋麺、カップ麺のね、やつだとね、中を剥いて、中の火薬を開けてっていうのが多いですけど、で、カップヌードルはもう開けたらすぐお湯を注いで食べれますよってね、それがまあ一つの特徴でございますから、こいつも、小田部に漏れるそういうような構造になってますよと。ということです。あとはアレルギーですね。これも、独自でこの、リストに載っているものを、リスト化しました。そうしますと、まあ、小麦は当然ですよね。卵とかあれですけど、エビは大丈夫なんですね、こっちは。っていうのはあれですよね。単純に具材でエビが入ってるじゃないですか、普段のやつ。こっちはね、エビは入ってないんでしょうね。というか入っとったらね、これバツになるはずですから、エキスも入ってませんよってことですね。まるですよということですね。大きな違いはこれぐらいだったかな。うん。あとはもう全く項目は一緒。まあ豚肉に、鶏肉ダメですよ。牛肉は大丈夫なんですね。で、魚介系の酒とかね、サバとか、イカとかは特になくて、あとは大豆はまあ当然ですね、醤油や味噌に使われますからね。そりゃそうだと。ごまもダメなんですね。これもなんかごまが多分風味付けとかに入ってるんでしょうね。原材料に入ってるかな、ごまっていう文字は。見当たらないけど、原材料名見ていくと、小麦粉と植物油脂でしょ、食塩、糖類、醤油、チキンエキス、ポークエキス、まあ、このあたりがさっきの、アレルギーのところにも関わってきますよね。で、タンパク化水分解物に、ポーク調味料、これが全部麺のところか。で、スープの方に、豚油、に、糖類、ポーク調味料、粉末味噌、これで、でんぷん、香辛料、煮干し粉末、煮干しなんかも入ってるんですね。で、火薬が、味付け豚ミンチ、キャベツ、赤唐辛子、コーンネギ。で、あとは加工抽出物に、乾水に、増粘多糖類ね。まあ、この辺りはね、この手のやつには絶対入ってくるやつですから。で、カロチロイド色々し、カロキノイド色素に、酸化防止剤、ビタミン E ね、まあ、よく VE なんかっていうね、VC、VE ね、よく酸化防止剤で入るんですよね。で、炭酸 MGM、炭酸マグネシウムですね。で、燻液、燻液って何だったっけ、ちょっとすいません、忘れちゃいました。で、ビタミン B2、ビタミン B1 に、一部に、小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉を含みますと、まあ、これがアレルギー症状の、表記にもなってきますよねってことです。内容量とか言いました通りですね。で、もう保存方法とかは、まあ、尿意の強いもののそばや直射日光を避けて使用の保存くださいとなってまして、ね。で、容器底面に賞味期限は表示となってます。まあ、当然全然大丈夫ですよということですね。で、あとは、なんだそれ、調理方法はね、これは、書いてありますけど、実際に作りながらで、ね、見ておくと思います。一応最初にちらっと見ておくと、蓋半分剥がして、熱湯を内側の線まで入れますよと。で、蓋をして3分。で、よく混ぜて、よく混ぜてね、OK ですよ。まあまあまあ、カップ麺はよく混ぜてになるんじゃないかな。袋麺はこのあたり表記のブレがね、いっぱい、メーカーにはね、ブランドによってありましたけど、まあこれはそこまでないんじゃないかなということです。まあ、とりあえずね、まあまあ入ったのに、もうね、私もね、言うてね、もう腹すかしてますからね、がっつり食べていきたいと思いますよ。ということで、まあ今回はね、これでね、とりあえず、基本的なデータ、見えてきました。だいぶね、結構普通のカップヌードルとは違うよっていうのが、このデータからもね、見て取ることができましたので、さあ、いざ、では食べてみましょう。ね、日本人はあれですからね、世界で一番頭で食べるね、ブランドとかそういったね、味覚以外のところや視覚とか、あとはね、その、聴診の情報量、これにはこういうような言われがあってとか、そういうのを重視する民族ですからね、やはりこれはね、民族性がありますから、これはね、やってもらおうと思います。で、これで、とりあえず美味しくいただいておきましょう。この辺りうんちくがね、溜まったところで美味しくいただいていこうと思います。では早速ね、お湯の準備をして食べていきたいと思いますけど、それはね、次回の動画になりますのでね、そちらをお楽しみいただければと思います。ということで、この動画はひとまずこれで、ね、締めさせていただいて、このまままた撮影にかかっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。